ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、で持ってきます。よいしょ。上に上げとくことはできるのか。んで、また切り替えたいんだけど、でもここの地図上でね、切り替えとかが見えないから、どこに切り替えポイントがあるのかが全くわからないんだけど、どこかしら。ね待って、切り替えポイントはどこでしょうか。地図上にも示していただきたいよね、ほんと。とりあえず、上から落ちてきたらいいんかな。いた。いた。ちょいと待ってね。上から落ちてこれるか、これ。あ、でもぐるっと回ればいいんか。なんかめっちゃ、めっちゃボールが浮いとる感があったけど。いやー、取り付かないでー。ちょっと待ってね。は、で、こっち側渡るやん。渡って。あ、そっか、ここか。でもここ切り替えたら、いけるんか。よいしょ。落ちた。落ちたー、つらー。ここはどこ？あ、私が行くべきはこっちではなく下か。ああ！痛い。はい。で、またそこに行くやろ？でもこれで多分、ああ！何も取られてない。なんなの？この盾はいらないの、君たちは。よいしょ。で、まあ、これで、あのボールをまた運ぶことが、できるでしょう。よいしょ。で、いって。いって。ちょっと待って。これを、持ち運んできて、とりあえず向こう側に、中に入れてしまった！ちょいと待って。待って。中に入れちゃダメなんじゃない？ちょ。帰ろ。せっかくここまで運んできたっていうのに。はい、これで、ボールを持ち運ぶ。で、よいしょーっとあっち側に送り込んでからの、ここの切り替え。オッケー。キャー、助けてー助けてー、来ないでー。でだ。でで、だって、多分ここやったよね、柱があったの。いけんのやけど、どうすればいいんすかね。そうね、宝箱そこに出たんやけどな。こっから投げて向こう側に渡すとかいうことはできるんかな。あ、渡せた。ってことは、どうにかして私があっちに行かんといかんわけよね。どうやって行く？あっち側に投げれたのはいいんだけれども、私はここにどう進もう。私はあそこにどう進んでいこう。ここもしかして、壁なんかひび入っとる？ちょ、待って。これ、ひび入ってない？気のせいかな？あ、やった！あ、だってこれ場所的に、あ、やっぱり？ってことは、どっかこの辺も壊せるところがあるってことか。あ、そっか。閉鎖された空間とかあるわけないよね。これもヒビか。
ここのヒビはね、若干重いよってんやけど、模様かなーとも思ったんよね。模様かなーとも思ってん。あ、で、ここに繋がる。先に進めぬ柵の向こう、その手に持つもの投げ込むべし。先に進めぬ柵の向こう、その手に持つもの投げ込む、どういうこと？ちょっとよくわからんのやけど。ちょっとよくわからんのやけど、とりあえずここはフックショットですよね。よし。あ、爆弾や。爆弾を手に入れた。ドーンと行こう、ドーンと。もっと大量に欲しかったかな。あ、で、これで、よいしょー。これで4つ全部じゃない？柱4つもこう、え、なんかめっちゃ崩れ、大丈夫？私、巻き込まれない？爆発に巻き込まれ、なに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 、なんか1段低くなった？気のせい？先に進めぬ柵の向こう。え、これでどうなったんやろ？え、これでどうなったんやろ？何？どうなったん？これで。え、なんか、ん？ね、ボス3階に落ちてきた。4階ない。え、4階ない。ね、ボス3階に落ちてきたよ。地図が変わった。ん？ってことは、ここにワープしたら、もう、え、いけるんじゃない？どこが鍵が必要なところかわからんけど。とりあえず、じゃ一旦戻ろっか、入り口。戻っていきます。入り口までは、直前に回復スポットみたいなとこあるからちゃんと。なかったら結構ピンチな気がするんやけど。ま、でも扉開ける前にその辺を確認できるか。とりあえず、どうしよう。ブーメランにしとこっか。うわぁ、なんか全然地形が違う。ね、こんな部屋さっきまでなかったよ。ん？これは何の鍵が必要なん？ボス？え、もうボスですか？あれ？違う。ボスの鍵使ったのに違う。怖い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 。とりあえず潰しておいて。この部屋別に何も鳴ってないけん。何にも鳴ってないけん。あ、ん？こいつ、ちょ待って。チェスの駒あるわ。これを。あー、流れていく。これいつも思うんやけどさ、どっちにはめればいいかわからんないけど、適当なんかな？いつもなんか、はめたやつ、そのまんまの状態で、クリアーみたいになったんやけど。あ、ちょ、待って待って待って。全然ハマってくれねえ。びっくりするぐらいハマってくれねえ。あ、いったいったいった。ん？方向が違う気がするけど、それでいいのかい？とりあえずこっちも。え、これはなんか今回は逆なんじゃないか？と、ちょっと思っている。は。ちょちょちょ。そっぽ向いたけど、それ、どっちでもいいんか。どっちでもいいんか。なるほど。あ、これ。これは秘密の薬だ。でももう塗っているから、これは戻しちゃうの？それは、ここに溜めておくことはできないの。なるほどね。じゃ、一回、ゲームオーバーになっても、私は今のところ薬で復活はできるということかな。あれ？この先は何もない。待って、ボスの部屋はどこなの？ボスの部屋の鍵使ってきたけどさ、全然、どこだ？この部屋にはもうこれし、痛い。これしかないということって？ああ！あ、どんどん落ちていく。助けてー。つらー。ちょ、待って、あれやん。オカリナでも、あ、こっち行ったらあれじゃない？入り、全然違うね。はい、素直にオカリナで戻ります。
入り口へワープ。でこれでまたワープしていけばいいのね。へえ、ちょっと待って、どこに行けばいいんだ。ここに来た。え、私あそこの階段に行きたいんだけど。え、あっこの階段に行きたいんだけど、どうやって行けばいいんですかね。ん？あ、待って。これ、あ、そういうことか。これ動かす用じゃなくってフックショット。なるほど。これで行けるわけだ。あー、これだー。ふぅ。よいしょ。なるほど、なるほど。え、ってことはもうこれボス？ぽいね、ぽいね。でも一応もう今私は満タンだから。あ、これボスなの？こいつ戦ってるやつよね。ペッペッ、今度こそ容赦しねえぜ。まあ、それは。四つに畳んで鼻かんでやら。行くぜ、ちっこいの。おめえもちっこいだろ。お？鳥来たよ、鳥。え、なに？どっちと戦うの？お。でかいよ、アルバトロス。アルバトロス、え、なに？ずるくない？ちょ、待って、これどうやって攻撃するの？は、いた。あ、でも一応下とか行けるんか。そうか、そういうことか。痛い。え、どんだけ尖った羽してんの？ちょっとやめてよ。怖い。やめてください。いて。なんだこいつ。なんか跳ね返したりとかできて、いて。いやー、痛い。クソ、怖えぞ、おい。降りてきた時に攻撃をすればいいのか。で、ああいう時にはよいしょ。で、こういうやつは縦でいやーやって、で、ああいう状態の時には多分はしごから降りとけばいいんかな。そういうこと。いやー、で、この時に攻撃をする。この繰り返しか。そういう感じな気がする。これ頭上に飛んできたら結構頭にぐさっといきそうやけど。まだこんのかい。あー、でもまあ下まで落とされること。あれ、トゲの上にも落ちるんかな、もしや。今のところ全然たまたまかもしれんけど、落ちてないけど。あれか、私が内側に飛び降るけん、トゲの上に行かないのか。ちょっと早く来てくれるかな。へ、来た。あれ、今上に乗っとったやつどっか行った？気のせいか、おるね。普通におるね。やー、痛いんですけど。おっと、危険だー。超絶危険だー。怖いよ、危ないよ。ちょ、待って、あれですよね。とりあえず下に降りて、妖精妖精大事。はい、なんか長くない時間。ちょ、羽飛ばしすぎ、君はげるよ。自分の羽でしょそれ。うぃー、吹き飛ばしー。結構いい感じにいけてるんじゃないの。あ、来た。そろそろやっつけれる。違う、まだ吹き飛ばしにはなってない。なんで正面向いた私。いや、痛い。この時にははしごのところにおったら攻撃が、あー、完璧に当たるから危ないな。大丈夫そう今。あー、怖い。
よいしょ。降りてこいよ。そっちかーい。おお、いけた。いけた。負けたぜ。へへ、真っ白に燃え尽きちまった。これは何なの？本体は、骸骨なの？乗り物？この鳥は。乗り物めっちゃめちゃにしたけど。だがよ、おめえも消えるのさ。風の魚が起きちまえばな。おめえも俺様と同じ奴の夢だからな。え、私は外部から来たんじゃないの？違うの？夢の住人なの。あ、二匹とも消えた。二匹？一人？一人と一匹？ん？ここの楽器はどこに？ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。で、楽器は、楽器は？ねえねえ、楽器は？なんかクリアしたっぽい音楽流れよるけどさ。楽器は？なに？どこですか？ん？ん？泣くね？え？え？え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。どこですか？楽器は、楽器は、どこに行ったらもらえるんですかね？あ、なんかあっこ開いた。あっこ入れるってことかな？もしかして。ちょっと待って、一個一個。ほら、なんかあっこ開いたよ。あ、こっから行けるんか。じゃあ多分そこに。あったー！もう、わかりにくいところに置かないで。ユウナギのオルガンを見つけた。これかわいい。今までの楽器の中で一番かわいいかも。いいね、いいね。まさかの最後の楽器がどこにあるかわからんっていうね。あと一個や。じゃあ西の洞窟に行ったら、もう、揃う？笛。笛の音がお前を導く。急にお前呼びに。笛のね、最後は笛ってこと？そういうことではなく、そういうことではないんかな。ちょっといまいちよくわからんけど、ヒントの。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんか終盤になってきた喧嘩わからんけど、ダンジョンがめちゃくちゃ難しいぞ。え、私がバカなだけかな。なんかいろいろワープしたり、切り替えたり、落ちたり、ね。ややこしいな、仕掛けが。